はい、こんにちは、116インズです。さて、前回の動画では今年のオフ、2023年オフシーズンの FA 市場における注目選手をポジション別にチェックしました。今年の冬は大谷さんという MLB 史上最高と呼んでも差し支えないであろう FA 選手が市場に出てくる年であり、そこがやはり大きな注目ポイントになるでしょうね。ただストーブリーグは FA ではなくトレードによる移籍も多いのもまた面白いところ。トレード市場の方ではどんな選手が動きそうかということで、今回は今年のオフトレードされる可能性がある程度高そうかなと個人的に思っている注目選手を7人ほどピックアップしていきます。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はメッツのスラッガーピート・アロンゾ。来年のオフに FA の予定ですが、メッツが今年の夏一気にチームを解体し、来年ゴリゴリのコンテンダーとして果たして戦うのか少し微妙な点。さらには契約延長交渉でアロンゾ側が10年契約を要求している話も出ていたりと、メッツでの将来は不透明な状況です。メッツが近年長期契約を与えたリンドアやニモと違い、アロンゾはセンターラインの選手ではないですし、成績的にも何が何でも残さなくてはならない存在でもないでしょうから、トレードの可能性はあるのかなと。今季のアロンゾは154試合に出場しホームラン46本、 WRC プラス121と長距離砲として活躍した反面、打率2割1分7厘はキャリア最低水準に終わり、三振率もここ2年と比べて悪化傾向。全てが全てポジティブという感じではなさそうですが、ただ BABIP2 割5厘は同じくキャリア最低ということで、運に恵まれなかった部分があったと考えることもできますし、コンタクトした際の XWOBA は相変わらず優秀ですので、上がり目はあるでしょうか。今年の夏にブルワーズとカブスがアロンゾのトレードを模索した話はすでに出ていまして、特にカブスについてはコンフ・ベリンジャーが FA となりますので、再びアロンゾにチャレンジする展開はありそうですかね。2人目はレッズのセカンドジョナサン・インディア。2021年に新人王に輝いたばかりの選手ですが、レッズは今季デラクルーズ、マクレーン、エンカーナシオン・ストランド、マーテと将来有望な内野手が一気にメジャーに昇格し、内野が充実、むしろ少し渋滞気味にもなってきましたので、インディアを使って投手陣を強化する動きはあるかもなと。今季のインディアは119試合でホームラン17本、 WRC プラス99とほぼリーグ平均レベルのバッティングに終わっていまして、かつセカンド守備も平均以下でしたので、ベースボールレファレンス算数のウィンザオリプレイスメントは 1.3 止まり。怪我の影響がもちろん影響した部分もありつつ、ここ2年間のインディアは攻守にこんな感じのパフォーマンスで、今のところ新人王を取った年だけがズバ抜けていたみたいな成績に終始していますが、とはいえセカンドの FA 市場が極めて弱い今年の冬であれば、インディア獲得に興味を示すチームは少なからずいるでしょうし、おまけにインディアは保有権があと3年も残っている点はかなり魅力的でしょうか。3人目はオリオールズのアンソニー・サンタンデール。オリオールズは今季101勝でエール最高勝率のチームなわけで、そのチームの主力として活躍したサンタンデールを本当にトレードするのかと思いつつも、来年オフに FA 予定で、かつ来年の年俸も MLBTR の予想では1200万ドルを超えるとされ、ヘストン・カースタードなど有望な外野手も控えている今、トレードに適したタイミングではあると思います。サンタンデールは今季153試合に出場してホームラン28本、 WRC プラス119、 ウィンザボリプレイスメント 3.0 を記録した両打ちの外野手で、20本後半から30本前半くらい打てるパワーがあり、ここ2年は WRC プラス120前後で安定しているのもいいですよね。ライト守備に関しても少なくとも指標上平均レベルには守れていますので、そこでマイナスを作らない点もいいなと。コンフの FA 市場を見渡してもパワーバッターでかつ平均程度に守れる外野手があまり多くはないので、短期的な外野補強を目論むチームを中心にトレード市場に出てくれば興味は集めるでしょうか。ここからは先発投手を3人ほど見ていきますが、まずはレイズのタイラー・グラスナウ。契約が残り1年で年俸が2500万ドルとなかなかのお値段ですので、レイズはほぼ間違いなく彼をトレードするだろうと言われています。度重なる怪我で稼働面に大きな不安を抱えるグラスナーは今季21試合に先発し、防御率 3.53、 ウィンザーブリプレイスメント 2.0、 今季のイニング数120はキャリア最多で、しかもシーズンで100イニング以上投げたのが2018年以来5年ぶりと、一体どれだけまともに投げることができていなかったんだと思いたくもなってしまいますが、しかしグラスナーを投げるボール自体は一級品ですよね。平均96マイルを超えるフォーシームを中心にスライダー、カーブはいずれも絶大な効果を発揮し、先発投手ながら対戦した全バッターのうち 33.4% を三振に切った支配力はやはり何よりも魅力でしょう。とにかく怪我のリスクが心配されるところでありますが、うまくいった際のリターンが市場でトップクラスに大きいのも間違いなく、リスクを取ってでもローテに爆発力を加えたいチームにはうってつけでしょうか。契約が残り1年ということは、裏を返せば怪我などで不良再建化する危険性がないと考えることもできます。先発投手2人目はガーディアンズのシェーン・ビーバー。ビーバーも長らくトレードの噂が絶えない選手で、来年オフに FA を迎え年俸も上がってきたことから、ガーディアンズはこの冬ついに彼を動かしてもおかしくはない状況でしょうか。今季のビーバーは怪我の影響もあって21先発にとどまり、防御率 3.80、 ウィンザーボリプレイスメント 1.8、 2019年以降では最低のシーズンとなってしまいました。
短縮シーズンとなった2020年にサイヤング賞を取ってから年々支配力が落ち込んでいて、特に空振りを奪えなくなってきている点は気がかりですよね。ダウンイヤーを終えたばかりでありますので、今売るのは少しもったいない。ビーバーの復活を信じつつ、来年夏までのチームの戦いぶりを見ながら再度トレードを模索するのも手段としてなくはないと思っていますが、ただ今期のガーディアンズはバイビー、アーレン、ウィリアムズと若い先発投手が一気に台頭し、頭数はある程度揃ってきていますので、ビーバーを今売る判断も決して間違いではないのかなと。状況としては2019年オフにクルーバーをトレードした時と近いのかなと思っていまして、あの時は正直安売りだと思っていましたが、結果的に大正解でしたからね。同じように早めの決断を下す可能性は十分ありそうです。そして3人目はブルワーズのエース、コービン・バーンズ。バーンズもかねてよりトレードの噂が多い選手ですが、来年オフに FA を迎えますので、ついに現実になる可能性はあるかなと。今季は32先発で防御率 3.39、 ウィンズ・オブ・リプレイスメント 3.6 と、引き続きフロントラインスターターらしい成績を残したバーンズですが、ここ2年と比べて予死球が増えて三振が減った点はちょっと気になるポイントかなと。とはいえ打球管理は極めて優秀な選手ですし、どこのチームに行ったとしてもチームが期待するようなエース格の活躍を見せてくれることでしょう。ブルワーズとの契約延長交渉は今のところ具体化しておらず、しかも昨年オフには年俸調停のプロセスでチームとの関係に傷がついたとコメントするなど、必ずしもフロントとうまくいっていることばかりではないようですので、ブルワーズの運営方針からしてもこのタイミングでバーンズのトレードは十分あると思っていますが、他方でブルワーズではすでにバーンズと共にローテを支える存在であるブランドン・ウッドラフが肩の手術で来季の全休がほぼ決まっている状況で、今季地区優勝したばかりのチームがさらにバーンズも放出するのはどうなのかなと思う部分も正直あります。そして最後は今年のトレード史上最注目選手となりますが、もう彼しかいませんね。パドレスのフアン・ソトです。今年の冬の移籍史上唯一大谷さんと張り合えるレベル、張り合える存在の打者なのがこのソト。今季は全試合に出場し、ホームラン35本、 WRC プラス155、 ウィンズ・オブ・リプレイスメントは 5.6。 このレベルの成績を毎年安定して残しながら、ついこの間25歳の誕生日を迎えたというんですから、まあとんでもないバッターです。ソトは来年オフについに FA を迎える予定で、ナショナルズ時代に総額4億ドル規模の契約延長も断った過去がありますので、契約延長をまとめるのはおそらく容易ではなく、しかもパドレスは今年のオフにペイロール削減に動くのではないかと報道が出ていますから、もしその通りであれば、来期の年俸が3300万ドルと予想されているソトのトレードは現実的なものとなってきた印象です。昨年夏のトレードほど衝撃的なパッケージにはならないにしても、とはいえフアン・ソトというスペシャルなバッターを獲得するには、たとえ残りの保有権が1年であったとしても、それ相応のパッケージが必要ではあるはずですが、それでもソトが欲しい。この冬大谷さんと並んで獲得できれば打線を大きく強化できる数少ないスター選手ですので、動向は特に注目されることでしょう。ということで7人ほどトレード市場の注目選手を見てきましたが、投打に大物選手がいた印象です。特にやっぱり外の動向は気になりますよね。去年の夏みたいにまたすごいトレードになるのか、そして仮に移籍するならどこへ行くのか、大谷さんと共に市場の話題の中心的存在となりそうです。あるいは全く予想していなかったような選手が動くなんてこともあるのが MLB のオフシーズンですから、そこもまた楽しみにしたいところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。